はいどうも、柴田です。禁断ボーイズが、復帰を宣言しまして、バリューの騒動から約2ヶ月間の休止で、終わり、もう11月から復帰する、という、まあ、発表をね、されました。はい、私、その復帰しますという宣言の動画が、まあ、26分あったこともあって、あと、だらだら喋ってんのを、が辛かったんで、全部見てません。で、まあ、とりあえず、早送りで、ざっと飛ばし見た感想なんですけども、まずね、皆さんね、謝ってないね、ちゃんと。人のせい、基本。自分は、バリューのシステムを知らなかったとか、言われるがままやった、みたいな。で、知らないシステムを、まあ、使ったこと。で、それでトラブルが起きたこと。これは申し訳ないと思ってる。けれども、自分はバリューってシステムよくわかんなかったし、誰かに言われるがまやっただけ。終始言い訳。はい。っていう感じと、あとは、メサイヤ君が、昔の動画を見ればね、あんなものは気違いキャラをね、装ってるの作ってるっていうの。で、バレバレなのに、また、いや、俺はね、家族だと思ってるんよみたいな感じでさ、気違いキャラで、なんか寒いこと喋って。で、よくわかんないけど、後半、みんなでアイスクリームを食ってるという。ね。はっきり言ってね、反省してるようにはね、少しも思えないね。っていう感じで、まあなんか、どこまで行ってもやっぱガキンチョなんだなと。うん。社会経験なく、まあ本当に、ね、大学卒業してすぐ YouTuber になったからか、ああ、まあ、やっぱ、クソガキであることに結局変わりはないんだな、というね、ただただ、なんていうかね、悪い印象しかね、あの動画を見て持ちませんでした。はい。まあ、僕は禁断ボーイズのね、ファンではないし、あ彼の動画はほぼ見てないんで、まあ彼は復帰しようが、復帰しまいが、まあどうでもいいんですけども、まあ、ただね、ちゃんとすべきところはね、ちゃんとした方がいいんじゃないかと、なんか結局バリューへの何て言うんだろうな。保証というかさ。まあ結局バリュー側とどういう風にしましょうかみたいな話もね。なんかバズが逃げてて話がまだ終わってない中で、なんか結構見切り発車で、もうとりあえず復活しちゃうみたいな感じらしいかんね。禁断ね。どうなんかなと思いますけども。はい。まあ。しょうがないね。アホだからね。アホだからしょうがないと思います。はい、で、ヒカルラファエル。こちらの話。ヒカルラファエルは、何度も言いますが、柴田のアンケートで、復帰と、活動休止、の延長が決まります。はい、ということで、毎月、まあ、月末ぐらいにですね、ジャッジメントの動画を出して、高評価が低評価を、まあ、比率で言うと、3分の2まで、上回れば、グッドが上回れば、ヒカルラファエルが復活という、そういうの、もう取り決めがあるんでね。まあ、ヒカルラファエルは、その約束は守ってもらいましょう。はい、ということでですね。まあ、一応前回の、ジャッジメントの結果を、まあ、ラファエルに伝えると同時に、まあ、一応その禁断復帰、何勝手にこいつ復帰してんねんっていうところら辺をね、まあ、ちょっとこれからね、まあ、LINE で、ラファエルにね、聞いてみたいと思います。はい。おっす、お疲れ様です。大丈夫です、すいません。あ、今大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい。3連休暇しちゃいます？いや、暇じゃないですよ。嘘だ、絶対。ちょっと僕のこと避けてませんか？いやいや、それはないですけど。はい。あれなんですよ、3連休ちょっと、はい、ちょっと今、まあ、柴田さん、この間、そういえば動画に出してたでしょ、僕の電話。あー、ちょっとすいません、ちょっとやっちゃいました。じゃあ、ちょっと柴田さんに言えるんですけど、はい、ちょっと今もうまた動画にされてるの怖いんでちょっと言えないんですけど、はいはい、ちょっとあれなんですよ。あ、ダメなんですか？3連休忙しいんですか？っていうか復帰どうします？いやー、まだ僕好きなんで、はい、僕は炎上軍すぐやりたいんですけど、はい、結局それもまた会社相談しないとダメじゃないですか。いや、なんか、はい、禁断はあれなんか抜けたんすか、バズ？いや、禁断さんバズなはずですよ。
なんかその光くんに対して結構その怒ってたって話を聞いて、いっくんが。え、マジですか。いやまあ噂のレベルなんで、そのわかんない、それはじゃないんですかね。いや、ないんじゃないですかね。あ、じゃあ普通にもう禁断だけ先に復活っていう感じなんですか。ですね、昨日出してましたね動画、ちょっと、まだ見てないですけど。あ、はい。え、やめてないはずですよ。いやなんか僕が聞いたのは、はい、なんかまあ例のバリューの炎上の件は、はいはいはい、まあ、自分たちはまあぶっちゃけあんま関係なくて言われた通りにやっただけで、なんかヒカルさんに対してなんか結構その怒ってるっていう話を聞いたんですよね、禁断側が。いやそれはもう完全ネットの噂ですね。ああ、はい、あれ何話そう。あ、そうだ、そう、あと復帰時期決めてないですか。とりあえず禁断さん出たんで、はい、まあ、僕もなんか年内出れりゃありがたいですけど、まあでも一応10月のアンケートでは、はい、まだ復活するなってことになったんでまだしないでください。いやもうそれ動画見てないんですけど、ね、結果僕が決めることになったんで。ああ、そうなんですね。はい、あれ評価がどういうふうになったら僕復帰していいんでしたっけ。3分の2を超えたら、はい、復活していいってことになったんで。あ、本当ですか。とりあえずもう11月はダメってことで、11月を末にまたやるんでね。はい、絶対復活しないでくださいね。はい、分かりました。そう、本業に精を出してください。分かりました。はい、11月復帰ダメなんですよ僕。ダメです。禁断はしたけどアンケートがもう許してないんで。はいはい、あ、分かりました。はい、おとなしくしてきます。潜っといてください。はい、もうちょっとはい、ガチな電話やめてください、ね。OK です。はい。まあじゃあさ、ちょっと本当に飲み行きましょう。じゃあ近いうちに。はい、わかりました、わかりました。はい。長谷さん、ありがとうございます。はい、すいません。はい、失礼します。はい、お疲れ様です。失礼します。します。はい、そんな感じで、まあね、まあとりあえずは、ラファエル、ヒカルの復帰は、まあ、11月、だいたい末ぐらいに出る、ジャッジメントで、またね、リスナーの声をね、まあ、聞きまして、で、復活させるか、復活させまいか、決まるんで、まあ、皆さん、ぜひね、ヒカルとラファエルに復活してほしいという方は、11月末にあるね、ジャッジメントの、アンケートの方ね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで、柴田がね、禁断ボーイズの復帰に関して、まあ、ちょっと思うことと、まあ、あと、ジャッジメント、ラファエル・ヒカルの復帰についてね、今一度のね、説明を行いました。はい、その感じで、今日はこんな感じです。はい、柴田でした。